月のある晴れたカンガルー日和の朝、原宿の裏通りで僕は 100% の女の子とすれ違う。大して綺麗な女の子ではない。素敵な服を着ているわけでもない。髪の後ろの方には寝癖がついたままだし、年だっておそらくもう30に近いはずだ。しかし50メートルも先から僕にはちゃんと分かっていた。彼女は僕にとっての 100% の女の子なんだ。彼女の姿を目にした瞬間から僕の胸は不規則に震え、口の中は砂漠みたいにカラカラに乾いてしまう。さっき 100% の女の子と道ですれ違ったんだ。美人だったのか。いや、じゃあタイプだった。うん、多分ね。多分よく思い出せないんだよ。目がどんな形だったとか、胸が大きいか小さいかとか、まるで何にも覚えてないんだ。胸の大きさも覚えてないのか。ああ、胸の大きさくらい覚えておけよ。足首やとね。足首の細い女の子とか。足首なんて覚えてるわけねえだろ。足首も見ないで 100% だなんて言えるわけないじゃん。足首なんて関係ねえじゃん。胸だよ胸。足首。とにかく覚えてないんだ。変なものだよ。変なものだな。変なものさ。それでどうしたんだ。それだ、声かけたんだ。後つけたんだ。いや、何もしない。すれ違っただけさ。30分でもいいから彼女と話をしてみたいと僕は思う。彼女の身の上を聞いてみたいし、僕の身の上を打ち明けてもみたい。そして何よりも1983年の11月のある晴れたカンガルー日和の朝に、我々が原宿の裏通りですれ違うに至った運命の経緯のようなものを解き明かしてみたいと思う。きっとそこには平和な時代の古い機械のような温かい秘密が満ちているに違いない。我々はそんな話をしてからどこかで昼食をとり、ウッディ・アレンの映画でも見て、ホテルのバーに寄ってカクテルか何かを飲む。うまくいけばその後で彼女と寝ることになるかもしれないんだぜ。さて、僕は一体どんな風に彼女に話しかければいいのだろう。こんにちは。ほんの30分でいいんだけれど、僕と話をしてくれませんか。バカげてる。まるで保険の勧誘みたいだ。へい、彼女、浜じゃよ。これっきゃねえんだぜ、ぜ。変態みたいだな。やっぱり正直に切り出した方がいいのかもしれないな。こんにちは。あなたは僕にとって 100% の女の子なんですよ。あなたにとって私が 100% の女の子でも、私にとってあなたは 100% の男の子じゃないのよ。と彼女は言うかもしれない。そういう事態に陥ったとしたら、きっと僕は恐ろしく混乱してしまうに違いない。僕はもう32で、結局年を取るというのはそういうことなのだ。しかしもちろん今では、その時彼女に向かってどんなふうに話しかけるべきであったのか僕にはちゃんと分かってる。でもそれはあまりに長いセリフだから、きっとうまく喋れなかったに違いない。このように僕が思いつくことはいつも実用的ではないのだ。とにかくそのセリフは昔々で始まり、悲しい話だと思いませんかで終わる。昔々あるところに少年と少女がいた。少年は18歳で少女は16歳だった。大してハンサムな少年でもないし、大して綺麗な少女でもない。
どこにでもいる孤独で平凡な少年と少女だ。でも彼らはこの世の中のどこかには 100% 自分にぴったりの少女と少年がいるに違いないと固く信じている。ある日二人は街角でばったりと巡り合うことになる。驚いたな。僕はずっと君を探していたんだよ。信じてくれないかもしれないけど、君は僕にとって 100% の女の子なんだよ。あなたこそ私にとって 100% の男の子なのよ。何から何まで私の想像してた通り、まるで夢みたいだわ。二人は公園のベンチに座り、いつまでも飽きることなく語り続ける。二人はもう孤独ではない。 100% 相手を求め、 100% 相手から求められるということはなんて素晴らしいことなのだろう。しかし二人の心をわずかな、ほんのわずかな疑念が横切る。こんなに簡単に夢が実現してしまってよいのだろうかと。ねえ、もう一度だけ試してみよう。もし僕たち二人が本当に 100% の恋人同士だったとしたら、いつか必ずどこかでまた巡り会えるに違いない。そしてこの次に巡り会った時に、やはりお互いが 100% だったなら、そこですぐに結婚しよう。いいかい？うん、いいわ。そして二人は別れた。しかし本当のことを言えば、試してみる必要なんて何もなかったのだ。彼らは正真正銘の 100% の恋人同士だったのだから。そしてお決まりの運命の波が二人を翻弄することになる。ある年の冬、二人はその年に流行った悪性のインフルエンザにかかり、何週間も生死の境をさまよった末に、昔の記憶をすっかりなくしてしまったのだ。彼らが目覚めた時、彼らの頭の中は少年時代の D.H. ロレンスの貯金箱のように空っぽだった。しかし二人は賢明で我慢強い少年と少女であったから、努力に努力を重ね、再び新しい知識や感情を身につけ、立派に社会に復帰することができた。彼らはちゃんと地下鉄を乗り換えたり、郵便局で速達を出したりできるようにもなった。そして 75% の恋愛や 85% の恋愛を経験したりもした。そのように少年は32歳になり、少女は30歳になった。時は驚くべき速度で過ぎ去っていった。そして11月の雨の水曜日、少年はコーヒーを飲むために原宿の裏通りを西から東へと向かい、少女は速達用の切手を買うために同じ通りを東から西へと向かう。二人は14年前と同じ場所ですれ違う。失われた記憶のかすかな光が二人の心を一瞬照らし出す。彼女は僕にとっての 100% の女の子なんだ。彼は私にとっての 100% の男の子だわ。しかし彼らの記憶の光はあまりにも弱く、彼らの言葉は14年前ほど済んではいない。二人は言葉もなくすれ違い、そのまま人混みの中へと消えてしまう。